藤井博久、藤井博久、藤井博久、1932年、昭和7年6月24日帯は、日本の政治家、大倉官僚出身。参議院、議院、2期、衆議院、議院、7期、大倉大臣、第98.99代、財務大臣、第12代、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、 自由党幹事長兼政策調査会長、民主党幹事長、民主党代表代行、民主党最高顧問などを歴任した。東京府生まれ、父は広島県福山市出身で、東大医学部卒の内会で藤岩は次男。東京教育大学附属中学校、高等学校、現筑波大学附属中学校、高等学校時代は野球部に所属。 チームは1946年、昭和21年に甲子園に出場し、準決勝で敗退した際に土を持ち帰ったことがそ、後の伝統の講師となったが、当時旧正中学3年で特別科学学級に在籍していた藤井は、ベンチ入りできなかった。東京大学2年までは、東大野球部で保守を務めた。法学部進学と同時に大部、よさのとは、 野球部の先輩後輩の中である。東大卒業後、旧大倉省に入省。田中角栄政権で内閣官房長官を務めた田中側近の二階堂を進むと田中派の中堅として、頭角を表し始めていた、竹下登領長官の秘書官を務める。この田中角栄の側近中の側近と、田中派の中堅として、頭角を表し始めていた二人の地偶を得たことが、 政治家に転身する一つの契機となった。1976年、昭和51年、大倉省主計局主計官を最終役職として退官。1977年の参院選で、全国区から自民党公認で立候補し当選。1983年の参院選では比例区で再選を果たすが、2期目の人気半ばの1986年に、 衆院選への蔵害出馬により失職。ところが、地元旧神奈川3区から自民党公認で出馬した、この1986年の衆院選では、前職現職の厚い支持層を切り崩せず、辞典に泣く。3年半の浪人生活の後、どんな次の1990年の衆院選で接続を果たし、衆議院議員に転じる。1993年。 自民党を離党して、新政党結成に参加。細川内閣で、大倉大臣に就任。続く、羽田務内閣でも再任された。大倉大臣として、景気悪化による税収減により、赤字国債を1989年以来4年ぶりに発行し、その後、新進党を経て自由党で、幹事長に就任。この時代は、うちの党首、 小沢もそう申しておりますが口癖で、NHK、日曜討論などで自党の主義主張を繰り広げた。自由党が民主党と合流、民予氏合併した後は、岡田克也代表のもとで、幹事長を務めた。この時代には、選挙区調整などで自由党出身者を優遇しない、藤井の手法に対して、山岡健次ら他の小沢側近と激論を交わす場面も、あった。 後に代表代行を務めた。2005年の衆院選では、神奈川14区で自民党の新人に敗れ、重複立候補していた比例南関東ブロックでも民主党の次々移転で落選した。この時すでに73歳になっていた藤井は高齢を理由に政界引退を表明。その報告をするため、小沢事務所を訪ねた際、小沢に もう一緒に歩むことはできなくなりましたと述べると、小沢は涙ぐんだという。しかしその後、民主党南関東ブロック選出の長田久康と長浜博之がそれぞれ不祥事の隕石と参院選への倉替え出馬で、次々に辞職、失職した結果、次々転だった藤井が繰り上げ当選となり思いがけず、国政に復帰した。2007年8月、党最高顧問に就任。9月から、 当税制調査会長も兼務。民主党政権誕生への最後の方向として、講演や地方案件など、選挙応援のために、積極的に活動した。早くから次の総選挙への不出馬を、表明。2009年の衆院選では、元秘書で、神奈川県議会議員の元村健太郎に、神奈川14区の地盤を譲り、本村は当選する。ところが、藤井は、 鳩山幸男代表から一緒に政治を変えてくださいと頼み込まれ、公示直前に引退を撤回し、南関東ブロックから単独立候補した。民主党の名簿35位という通常ならばまず当選圏外だったが、民主党がこの選挙で地滑り的圧勝をしたためまたもや当選してしまった。2009年9月16日、鳩山内閣の財務大臣に就任したが、 同年12月28日予算編成などによる疲労で検査入院。同月30日の臨時閣議には出席したが、同日午前と夜に開かれた日本航空の再建をめぐる関係閣僚会議を欠席するなどの体調不良を理由に2010年1月6日に辞任。公認の財務大臣は菅直人副総理が兼務することとなった。藤井は大臣辞職後、 しばらくは休養に宣言した後に政治活動を再開した。2010年9月29日、中国建国記念レセプションに出席した。2011年1月14日、官に役人をよくご存知なのはあなただからと壊れる形で、官第二次改造内閣で内閣官房副長官に就任した。しかし3月17日には官房副長官を退任し、 内閣総理大臣補佐官、社会保障、税一体改革及び省庁官調整担当に就任した。同年9月の野田内閣の発足に伴い内閣総理大臣補佐官を退任。民主党最高顧問と新設した民主党税制調査会長に就任した。次の総選挙には出馬せず、2012年12月をもって政界から引退した。 引退の理由として80歳の高齢であることを挙げた。東大野球部では、レギュラー保守を務めた。元日本高等学校野球連盟会長の脇村春男は、東大野球部の同級生。同じ東京六大学、慶応義塾大学の当主で後に、プロ野球の読売巨人軍入りした、藤田元次家試合でヒットを打ったこともある。自治連立時代は、死休式の練習をする。 小渕総理大臣とキャッチボールをし、保守役を務めた。2005年9月に落選式委員ではなくなった後も、時事報談 TBS に幾度となく出演していた、元議員が同番組に出ることは珍しくはない。小沢一郎とは、新生党決闘から活動を共にしてきた間柄、2009年3月4日に、 小沢の公設第一秘書が西松建設事件で逮捕された件で、小沢は違法性を否定した上で、国策捜査だとして、検察批判を行い、藤井も、この、小沢の態度を、全く正しい、説明責任を果たし、非常に良かったと評価した。その後4月5日の TV 番組で、小沢の代表続投に苦言を呈し、これに反発した小沢が、 藤井の財務省企業に難色を示すようになる。藤井は大倉省で鳩山幸夫代表の父、鳩山一郎の部下だった縁もあって、幸雄から要請され出馬し、当選後財務省に就任したが2010年1月に辞任。この理由について、マニフェストに沿って暫定税率廃止を訴えてきたことに対し、維持を提案した小沢との確執や、 それを受け入れた鳩山への失望が任につながったとの見方が出ているが、藤井は就任前から恒例のタムタン期間で辞任する意向だったと否定している。好物は日本酒と蕎麦。好きな銘柄はワンカップ大関。選挙区に帰る電車の中で乗り合わせた乗客に一杯やるかと勧めたという逸話もあり、今でも公用車に秘書がカップ酒一ケースを積んでいるらしい。 2015年12月9日には、県政記念会館において、辻本清春議員の政治活動20年へ、感謝と飛躍の都度院東京という、政治資金規制法に基づく資金集めのパーティーに参加している。自由党幹事長時代、自由党と民主党の合併3日前の2003年9月23日に、自由党の政治団体、 改革国民会議に対して5億6096万円を寄付したことは、政党助成金の返還義務を逃れるためではないか。また、大和銀行から自由党への10億円の借り入れを返済した事実が政治資金報告書に記載されていないという2点を自民党の松岡都勝から指摘された。しかし、政党助成金はその使途について規制されておらず、また校舎についても事実であれば、 実質的な寄付であり、政治資金規制法違反の疑いは残るが、総務省は実質的な調査権を許さないことから、いずれもそれ以上の追求はなされなかった。自由党時代の1999年から2003年にかけて組織対策費、議員名の領収書があれば、使との説明を求められない支出として31億円が、藤井宛に支出されていたことが判明した。 名義狩りの疑いが浮上している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。